中国による禁輸措置が続く中、東南アジアに農産食品を売り込もうとシンガポールで北海道物産展が開かれました。 ASEAN 東南アジア諸国連合で中心的な役割を果たす経済大国シンガポール、百貨店のシンガポール高島屋で今月9日から今日まで農産食品を集めた大北海道展が初めて開かれています。道産のワインやお菓子など50近くの道内企業が参加し、自慢の味を売り込みました。このそばとても昨日反響良くて、違うお店からも今持ってきたぐらいで、はい、売れております。Actually, there's so many. Yeah, sashimi. We love the Japanese green tea. Yeah, and yeah, the noodle. Those, yeah, those are ramen. All these. Scallop. That's right. 昨日は鈴木知事もイベントに出席し、ホタテをはじめとする道産食品を PR しました。狙うのは成長を続ける ASEAN 市場です。去年道内の港から ASEAN に輸出された食料品は総額およそ104億円、おととしから30億円近く増え、中国に次ぐ2番目に大きな輸出先となっています。まだまだこのシンガポールの皆さん、また ASEAN 地域の皆さんにこのシンガポールを起点としてですね、発信できるまだまだポテンシャルがあるなというふうに思ってます。シンガポールの方ではですね、北海道が大変人気でございまして、北海道の方に旅行に行かれる方もたくさんいらっしゃいます。本当にまあ、パートナーとしてお互い、まあ、相思相愛で今後も一緒に発展していきたいというふうに思っております。中国が日本の水産物の禁輸措置を続ける一方で、ますます重要度が高くなる ASEAN 市場、道は今後も東南アジアでの販路拡大を積極的に進めていく方針です。